八坂舞台でございます。今後ろの方で旗の方を掲げていただいておりましたけれども、今日は、板子市の方の生き生き板子スポーツクラブ板子よさこいの皆さんも応援に駆けつけてくれました。はい、それでは続きまして八坂舞台
ありがとうございました。